待ってたよ、偽物さんたち。それと、あんたも、ここであなたたちを成敗する。そして、お母さんを殺した奴を裁くんだ。聞け、アカネ。俺はもう逃げねえ。お前の母親を殺した悪党は、俺が捕まえる。葵の名にかけて誓う。だから元に戻ってくれ、アカネ。そんな言葉、今さら信じられるわけない。大人はみんな嘘ばっかり。悪い奴がいたって見て見ぬふり。でも怪盗団は違った。そんな嘘を全部壊してくれた。なのに、アカネちゃん聞いて、あなただって気づいていたでしょ。お母さんのことで善吉さんも苦しんでいたこと。どうしようもない中で善吉さんも耐えていたこと。だけど受け入れられなかった。お母さんを失った痛みに耐えられなくて。違う、私は。でも違うのよ、茜ちゃん。悪いのはあなたのお父さんじゃない。お母さんを死に追いやった犯人よ。あなたの悲しみと苦しみは計り知れない。だけどお父さんのことを受け止めてあげて。何を。いなくなってしまったらもう二度と伝えられないの。あの時言っておけばよかったって後悔しないように。逃げずに向き合うことが大切なの。私がみんなに教わったように。黙れ黙れ黙れ。怪盗団はそんなこと言わない。怪盗団は私の味方なんだから。本当の怪盗団は私を苦しめない。本当の怪盗団は私の味方。みんな気をつけて。おい、あれはまさかジョーカー。せーの、はい。うん、どうなってるの。お願い、偽物を改心させて。私の怪盗団。なんだこいつら。私たちとそっくりだ。これは茜の認知が生み出した我が輩たち怪盗団。認知だと、一体どういう。要は俺らの偽物だ。とにかくこいつら倒せば問題ねえ。なるほどな、わかりやすい。待ってろ茜、今お前を助け出す。よく聞け。オーケー、任せろ。頑張って、私の怪盗団。本物なんてやっつけちゃって。ジョーカー、負けるな。本物の力、見せてやれ。攻撃チャンス、今だ。ぶっ飛ばせ。そんな、私の怪盗団だ。やめてよ、私の怪盗団で何するの。聞いてるみたいだぞ。そのまま攻めろ、ジョーカー。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。攻撃まで真似っこか。著作権法違反だぞ。スマッシュ。くそ、こいつら俺らの真似ばっかしやがって。これで、見た目だけは一丁前だが、我が輩には遠く及ばないぜ。そんなとこまで原作再現。気をつけろジョーカー。俺の動きについてくるか。自分と同じ攻撃してくるってめちゃくちゃ戦いにくいんですけど。今までで一番手強い相手かも。みんな気をつけて。さすがジョーカー、神風だ。はっ。こいつ手強い。気をつけろ。ここか。体力やばい、注意しろよ。歩け。手だ。はっ、ヘリスだ。
この手で行く。ジョーカーの追撃がヒット。こんまりジョーカー、偽物なんかに負けるな。今だ、敵が来るんだぞ。ここだ。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。うまいぞジョーカー、ナイスだ。さすがジョーカー。褒めてもいいぞ。アカネちゃん、もうやめて。私たちはあなたの敵じゃないわ。うるさい、うるさい。私の味方は怪盗団だけだもん。さすがジョーカー。どうしてこんなはずない。私の怪盗団が負けるはずない。早くアカネの目を覚まさせないと。決めろジョーカー。強敵だな。気合い入れていけ。行くぞ、この力で。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。いつもすごいね。ジョーカーの追撃がヒット。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。みんな間違ってる。私が正義を貫かなきゃ。これはそこまでお前を追い詰めちまったんだな。悪かった茜、もう逃げねえから頼む。目を覚ましてくれ。偽物なんかに負けるかよ。姿形は似ていても中身はまがいもの。俺たちに勝てる道理もない。本物の怪盗団にはな。嘘、そんなはずない。私の怪盗団が負けるなんて。あなたたちは本物。そうだぞ、私たちが怪盗団だ。私たちを信じて、アカネちゃん、そしてお父さんを。悪党なんかに私たちは絶対に負けない。必ず貫いてみせるわ、私たちの道を。みんな聞いてくれアカネ、お前の言う通り俺は最低のクソ親父だ。葵の仇を取ることもできず、警察としての務めも果たさず、お前と向き合うこともしなかった。俺は怖かった、お前まで失うのが。だから正義を捨てた。葵の仇を取るのを諦めて、いつか時が来る。そんな言葉で自分をごまかして、間違っていたのは俺だ。だがもう違う。葵を、お前を踏みにじった奴らを必ずこの手で捕まえる。その勇気を俺にくれ茜。本当に、本当に悪い奴を捕まえてくれる。お前のお母さんに誓う。約束だよ。許ったら今度こそ許さない。大丈夫だ、俺を信じろ茜。信じる、信じるよ。うん、ずっと信じてた。アカネ、しっかりしろ、アカネ。私ね、ずっと怖かったんだ。大切なものがなくなるのが、お母さんが死んで、お
父さんまで変わっちゃって、あんなにかっこよかったのに。後ろめたそうに私から目をそらすようになって、私から逃げるみたいに家にもいなくなって、私はそれが嫌だった。あかね。でももう大丈夫。昔のお父さんが戻ってきてくれたから。なんだこりゃ、どうなってやがる。お父さんごめんね、ありがとう。おい、冗談はやめろよ。まさかそんな。落ち着けウルフ、これでいいんだ。あかねちゃん、あかねちゃんのシャドウはね、本人のところに帰ったんだよ。あかねちゃんが元に戻ってくれた証。よかったねウルフ。お前ら、それを早く。魂の絶叫だったな。俺の心も震えたぞ。私もちょっと泣いちゃった。ちゃかすんじゃねえよ。いい親父してたぜおっさん。ウルフかっこいいぞ。それだけじゃない、アカネちゃんを守るために必死で頑張ってきたのね。よせよ、そんな立派な人間じゃねえ。照れてんのか。だがもう我慢する必要はない。悪党ども相手に一暴れしてやれ。我が輩たちと一緒にな。まさか怪盗に諭される日が来るなんてな。ああ、そうさせてもらう。茜に約束したからな。この江戸大和田、やつらを逮捕して事件を終わらせる。おや、でその前に、茜は現実じゃどうなってんだ。私たちは茜ちゃんが誘拐されたって聞いてここに来たから。本当は誘拐されてないのかもしれない。一度自宅を確認してみた方がいいわ。ああ、ひとまずここから脱出しよう。だんだん葵に似てきたな。いつの間にか大きくなりやがって。俺はお前を守ることに必死で何にも見えちゃいなかったんだな。親失格だけどな、もう逃げることはしねえ。お前を利用したこの絵、そして葵を殺した大和田に必ず罪を償わせる。俺はもう正義を間違わねえ。お父さん。あかね、大丈夫か。どっか痛いとこはねえか。なんかその。大丈夫だよ。そうか。私いつ寝たんだっけ。そういや、あっちの記憶はないんだったな。あっち？ああ、どっから話したもんだか。まあいい、じっくり行くとしよう。話したいことがたくさんある。聞いてくれるか。